だなと思うものには必ず理由があると思うんです。この曲最初に穏やかに母なる大地のところに我ら人の子の喜びはある、最初は4セーブで静かにピアノという強弱が入ってるんですね。でこのダダ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 って入っていくのこの曲だけよりもやっぱり、地上の祈りっていうその祈りの部分があって、そこからそれが最後がピアノでこうダーンってそれのって言ってジャカ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 ってすごく、壮大に終わるんですね。締めくくりは壮大に終わるんですけど、その後その壮大に祈った後静かに。
ていうところで、平和な大地、ピアノ、そして静かな大地っていうのは、さらにピアノの2つで、またさらには歌詞にぴったりちゃんとその強弱がついている。大地を褒めよ、たたえよ、口よというところはクレッシェンドというのが書いてある。これはクレッシェンド、これちょっと略記号、略になってますけど、クレッシェンドと読みます。よくね、こういうマーク、記号もありますけど、この文字もだんだん強くしていくという意味です。こっちの方がより音楽全体、物語が盛り上がっていくというような感じのイメージを持ってもらうといいと思います。そして次が、ここが聞かせどころですね。男性と女性が言葉が分かれるところです。我ら人の子の、我ら人の子の大地を褒めよ、褒めよ、称えよっていうところを男性が力強く歌ってくださって、女性は本調の豊かな豊かな大地、大地、大地、称えよ、称えよ、土よっていうのは女性、女性は本当にこう広大な豊かな大地を表現するようなおおらかな響きで歌っていただくといいと思います。そして、全部が一緒になってフォルテ2つ、称えよ、称えよ、土よというところは、畳みかけるように称えよ、さらに強く一つになって歌いますね。その後、ここギリギリまでしっかりフォルティッシモで伸ばします。76ページのピアニッシモ、Dの始まりです。ここのピアニッシモをものすごく大事にする。